おとなしくしてね。はい、はい、はっ、やって、消えればいいわ。生意気、はっ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 、ここは私のもの、文句はないでしょ。チッ、はここは義の進行を防ぐ要、断じて私はしない。はい、消えればいい。ここを放っておくのは得策ではない。どれ、私が防御に当たるとしよう。せいせい、どれ、守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。消えればいいわ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。兵器を使うぞ。すごいな、さすがだ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。この際、捨てたものではない。やっ、無念だ。拠点守備の重責を果たせぬとは。申し上げます。拠点の奥で大量の兵糧を発見しました。この兵糧を高陵の味方へ届けましょう。早速輸送部隊を編成いたします。攻めますわよ。皆さんの武田家しい戦見せておやりなさい。
人も戦も思い通り。すごいな、さすがだ。撃ち取ったわ。お上手ね。いい感じですわよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。何やらこそこそ嗅ぎ回っておるな。ここで討ち取ってくれる。妨害されるとは。やはりあの城壁には何か秘密が。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え。即刻打ち果たすのだ。力及ばずか。退却する。どうなることかとは。助かりました。あの城壁には何か秘密があります。調査するには県境へ乗り込むしか。東の船着き場の船頭にこの書状を。さすれば川を渡り県境へ向かいましょう。敵将討ち取ったわ。人も戦も思い通り。我らが受け元。決して何者にも抜かせはせぬぞ。はっ、私は自分が守る。花の備えを固くして何者も侵入させるの。よしよし、エアスのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。伝令、ガッピの物資を五軍に奪われました。急ぎ奪還しなくては逃げられてしまいます。消えればいいわ。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。私たちが制しましょう。歩みを進めてください。おい、その輸送部隊を狙うな。我の炎で皆を守ってみせる。消えればいいわ。よし、逃げ切れるぞ。早くこの物資を届けるんだ。あと少しで撤退できる。みんな急いで運ぶんだ。彼の地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。彼の地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。
物は盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。よしよし、エアのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。天然ガッピの物資を五軍に奪われました。そう、奪還しなくては逃げられてしまいます。ここを死守する。消えればいいわ。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。目標を彼の地に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。よし、もう少しで逃げ切れるぞ。消えればいいわ。この物資を届けるんだ。あと少しで撤退できる。みんな急いで運ぶんだ。消えればいいわ。消えればいいわ。みんな急げ。まもなく搬送完了だ。彼の地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。よしよし、目当てのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。よしよし、エアトのものは盗み出したぞ。義の連中に見つかる前に撤退だ。デネ、ガッピの物資を五軍に奪われました。急ぎ奪還しなくては逃げられてしまいます。消えればいいわ。おい、その輸送部隊を狙うな。俺の炎で皆を守ってみせる。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。目標を彼の地に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。彼の地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。彼の地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。
いいわ。せいはせいやっやっこの地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。俺の家系が通用しないなんて悔しす。天行付近の村落にて敵の家系部隊を発見。王位様が先行して向かっています。かの地、私たちが制しましょう。歩みを進めてください。人も戦も思い通り。見事な働きだな。には多くの敵兵器が設置されてます。工作部隊を派遣して壊したいんですが、工具に必要な物資が足りんのです。なんとかその素材を集められませんか。おお、ありがとうございます。早速工作部隊を編成しましょう。これで思い通りね。お上手ね。いい感じですわよ。それは竜陽殿の書状ですな。わかりました。船をお出ししましょう。その代わりといってはなんですが、私の頼みも聞いてもらえませんか。慶州の薬草が欲しいのです。船が着いた先の末領砦にあるはず。ここ守ってなくていいのかい。不安だね。俺たちで陣取っておこうか。お客さんだなんて聞いてないって。押し込みならお帰り願おうか。
せぬぞ。これで仲間を助けられる。あなた方が薬草を探している間に五軍の兵が大勢剣業に向かっていきました。荒涼で戦が始まっていると聞きました。なのにどうして剣業にあれほどの兵を。人も戦も思い通り市場をかきたてられるご活躍お見事です。私の仲間を炎に包もうだなんて絶対に許さない。この場所を突き止められるとは。輸送部隊が壊滅したか。やっ
命を討ち取れ。やあ、はあ、やあ、来て、いいところに連れて行ってあげる。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。生意気、消えればいいわ。はい、せい、やあ、消えればいいわ。せず引くとは。それがしにはまだなすべきことがある。ここは引こう。人も戦も思い通り。攻めてばかりだと単調。守りも織り交ぜていかない。
城壁はただの張りぼてです。偽城で我らを脅かすとはなんとも大胆だ。後には恐ろしい奴がいるもんだね。人も戦も思い通り迷いのない戦ぶりですね。そのお力時に羨ましく感じます。戦を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。おいでなすったな、義軍。この巨大な城壁を見ておののくといい。
せい、はっ、やっ、はっ、やっ、消えればいいわ。はっ、せい。長江の対岸に大層な城壁が築かれたが、どれ、下船だ。そんな時間が奴らにあったか。さあ、兵器を起動させろ。義の連中を追い払ってやれ。せい、やっ、はっ、消えればいいわ。ゴーグルの兵器に細工してやったぞ。エンデム、兵器が停止してしまいました。敵の妨害工作があった模様。リグもなかなかやる。この一手を潰してくると。攻略部隊から報告。敵の城壁は偽物、ただの張りぼてです。やはりそんなことであったか。我らを脅かす罠のつもりであったろうが、この偽城の刑は完破した。くだらん壁に惑わされず、敵本陣へ突撃しろ。城壁から弓を追いかけろ。本陣に近づく敵を打ち払うのだ。城壁から矢が雨のように。これじゃ近づけないぞ。敵の攻勢がやけに強まったのだ。そんな城壁の真実を露見したか。城壁が偽物だってバレちまった。あんな大軍は一気に。もうダメだ。そろそろ帝王の家系部隊が到着する。それが慣れば義軍を押し返せるが、結局自分はまた故郷を失うのか。なんと不甲斐ないのだ。公領は私が制した。孫悟の命脈、あと少しで立てるが、五軍の砦を奪取できたか。砦の物資を公領に運べば士気も上がろう。陣払いだ、中達。勝ちはしたが、こちらの損耗も激しい。これ以上の進軍は困難だろう。御意にございます。我が君、以前父が急速に衰えたと感じた時があった。なるほど、国を動かすというのは思った以上に身を削るものだな。我が君は曹操様がお亡くなりになられてからずっと走り続けてきましたわ。どうかしばらく休息してくださいませ。そうしたいものだ。最近はお前と過ごす時間も少なかったからな。洛陽に引き返すぞ、信。はい、我が君。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ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 。